スノーマン、ソレスの視聴率で驚異的な数字です。いつも私の拙い動画をご覧いただき、心より感謝します。歌舞伎に関わる方、ジャニーズ関係者の皆様、市川團十郎さんご一家を中心に配信してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。今日は斎蔵ウーマさんの記事をピックアップしてご紹介させていただきたいと思います。スノーマン、ソレスの、マツコ&有吉越えに業界驚き。ジャニーズの人気グループスノーマンの冠バラエティ、それスノーマンにやらせてください、4月28日からゴールデン帯の全国ネット放送が始まり、第2回目の5月12日には夜7時から2時間スペシャルがオンエア。ネット上のファンの盛り上がっているのはもちろんだが、業界内での視聴率面で想像以上の好スタートを切り、驚きをもって評価されている。これまでは TBS 系の日曜午後1台に関東ローカルと一部地域でオンエアされたそれスノだが、先月28日から金曜午後8時台に進出。 TVer の見逃し配信でも視聴でき、お気に入り登録者は5月11日時点で106万2000万人で、現在放送中のジャニーズグループの冠番組ではトップの数字を誇るという。それスノのゴールデン帯初回の視聴率はあまり話題になっていませんが、業界関係者も驚く数字を記録したんです。初回も2時間スペシャルを放送し、コア視聴率 3.3%、 世帯視聴率 6.8% という結果だった。すごいビッグなですね、視聴率ですね。マツコと有吉さんもびっくりでございます。この調子で頑張っていただきたいと思います。今後ともですね、ジャニーズ関係者の皆様の配信も続けてまいりますので、どうぞチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。